どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好きガキオでございます。さて今日はですね、プレミアムバンダイのページにお邪魔して、プレバンの新キットのお話をしていくプレバン紹介おじさんの、時間なんですけれども、いつもとですねこの動画のスタイルが、違うことに気づきましたでしょうか。現在ですねガキオは今日ロケでお外に来てるんですね。なんでこの休憩時間を利用して、収録をしているということでございます。まあ、なんでかというともう今日突然情報が解禁されたのがですね、今画像見えておりますでしょうか。もう完全にこれスマホ録画ですね。はい、RG の144分の1、ハイニューガンダム専用のハイパーメガバズーカランチャーがついに今日午後1時予約開始されるという話題でございます。いやー早かったですね。先かなと思ったらね、今日8月23日に予約開始するということです。戦場をうがつ一撃ね。コミック機動戦士ガンダム逆襲の者ベルト・オチカ・チルドレンよりハイニューガンダム専用武装ハイパーメガバズーカランチャーが RG シリーズで初立体化。この初立体化っつうとこがいいっすよね。はい、ちゃんと書いてますね。登場品にモビルスーツ本体は付属しませんということで、はい、これだけ買っても意味がないと。いや意味なくはないですね。はい、ガキ用はね RG のハイニューガンダムが予約できなかったんで、まあ、最悪本当にHG に持たせようとは思っております。はい、完全新規造形で徹底再現。ハイパーメガバズーカランチャーの特徴的な形状を細部にわたり徹底再現。 RG シリーズならではの精密かつシャープな造形で保管。素晴らしいですね。細けんだなこれな、ほんとな。ですごいのはこれだね、全長約300ミリを超す超方針を144分の1スケールで体感。でかいんすよこれ。とにかく見てください、このハイニューと比べてこの大きさやばくないですか。これやばいっすよね。でよく見るとその肩のドッキングアームとか冷却用ボンベなども細部にわたり徹底再現されているということなんですね。はい、劇中を再現するオプションパーツが付属。はい、オプションパーツつくようですよ。ラーカイラムから射出されるエネルギーチューブとで射出ユニットを再現しているということで、クリアブラックからのアクションベースが2個付属します。あ、そうだよね、アクションベースないと立たせられないですもんね。なるほど、射出ユニットは付属のアクションベースに接続が可能ということです。でエネルギーチューブに取り付けられたビーコンをランチャーへ接続可能で、こう接続して、このかっこいいっすよね。ランチャーを構えるというこのね、状態を再現できると素晴らしいですね。いやもうできれば RG に持たせたいけども、 RG 買えるかな。皆さんどうですか、予約できておりますか。でセット内容なんですけども、ハイパーメガバズーカランチャー1式とアクションベース4、アクションベース5の、ブラッククリアから、そしてリアリスティックデカールがつくということです。これがね新規デザインらしいですよ。ほんでお値段です。ここからですよ。皆さんでね前予想したじゃないですか、ハイパーメガバズーカランチャーいくらだろうねっていう予想をしたんですが、はい、販売価格税込み2750円となっております。あれ予想通りじゃないですか。確か前生配信で喋った時は2号とかかなだったらいいなみたいな話をしておりましたが、まあまあまあ予想通りの値段でございます。はい、ということでこちらですね、RG144分の1、ハイニューガンダム専用ハイパーメガバズーカランチャー、本日午後1時予約開始となっております。もしかしたらまた繋がらない可能性もあるかもしれませんが、ちょっとね、ぜひこれは手に入れたい商品なのかなと思います。ということで、今回はですね本当に今完全に外で、声だけ撮っているということなんでございますけれどもね、まあ、こういったのもたまには、ありなんじゃないかなということで、あとパパッと編集して出したいなと思っております。また次回の動画も見てください。ガキオでした。